二宮春茂二宮春茂二月十七日から九百四十五年二月十七日は日本の陸軍軍人政治家最終階級は陸軍中将文部大臣岡山県出身二宮成茂の三男として生まれる母は松平木神娘の死の時系に重友養子にサブロがいる岡山中学校を経て 1898年12月、士官候補生となる。1900年11月、陸軍士官学校を卒業。翌年6月、不評少尉に任官し不評、第20連隊付となる。1904年5月、不評、第20連隊中隊長となり、1906年1月まで、日露戦争に出生した。1910年11月、 陸軍大学校を優等で卒業。1910年12月、参謀本部部員。1912年9月、イギリス駐在となり。1913年8月、不評調査に昇進。1915年11月、教育総監部付となり。1917年8月、不評調査に進級し。 陸将秘書官に発令され、大島健一陸軍大臣に仕えた。1918年7月、陸軍省軍務局会員となり、欧州出張、陸大教官、県参謀本部員などを歴任。1921年6月、不評大佐に昇進し、参謀本部総務部第一課長に就任した。1923年3月、 この絵不評第三連隊長に発令された。1925年5月、陸軍少将に進級し、イギリス大使館付部官となった。1927年7月、不票第二旅団長に就任し、参謀本部付、同第二部長、同総務部長を経て、1930年8月、陸軍中将に進み、同年12月、参謀次長となる。 小磯国明、杉山本、立川三平らと共に、二宮と同郷である、宇垣一世の側近として知られる。宇垣内閣樹立を目指す、クーデター計画である1931年の3月事件の、首謀者の一人でもあった。しかし1931年11月、荒木貞夫が、陸将に、1932年1月に、正木き三郎が、 参謀次長に就任し、いわゆる行動派が陸軍中央を握ると、彼らはうがき罰の排除を開始。二宮は1932年1月、第五師団長に親保されるが、結局、1934年3月、予備役に編入された。二宮は、小磯、杉山らと異なり、農利型の軍官僚として、 う垣を支え、同じタイプの梅津吉次郎、永田哲山の台頭にも力を添えたが、その手腕を行動派に忌避され、他のう垣側近と比較しても、貧乏くじを引かされる結果となった。その後、1936年9月、千万卓食会社総裁に就任。さらに、1940年6月、満州卓食公社総裁となった。 1944年7月に、小磯に対し祖閣の体名が降下すると、その相談役として活動。小磯内閣の文部大臣に就任するが、翌年2月に、病のため辞職、その1週間後に、東京帝大病院、坂口内科で没した。ありがとうございます。